はい、ありがとう整体の平野です。私も健康、皆様の健康のお手伝いという形で整体をやっているんですけども、その中で、どうしてもやっぱり伝えなければいけない部分が、食べ物ということです。なかなか今までなかなか言わなかったのは、それに対して反発する人が結構多くいた。例えば甘いものをやめた方がいいですよ、乳製品やめた方がいいですよ、小麦やめた方がいいですよ、油物も、気をつけてください、やめろということではなくて、量がね、絶対量が皆さんもう多すぎ、特に甘いものなんかもうめちゃくちゃ取っているので、やはりこう減らした方がいいですよということをお伝えしなければいけないと思って今お話をしているんですけども、中にはやはりそんな話聞きたくないっていう方もね、大勢いるのではないかなというふうに思います。その聞きたくない、これはもう自分の健康観にこう縛られてしまって、執着が手放せないという状態であるとしたら、例えば甘いもので考えてみると、このテレビの緊張でがんじがらめになっていて、これをやめられないとしたら、それを手放す、手を広げる形にして手の指が柔らかく緊張が抜けていくと、執着を手放すという形の中で、甘いものなんかはそんなに必要じゃないな、その断捨離とかもそうかもしれないんですけども、手放すことができる、そんなことで、これからはこの手の広げる施術と、そして、いろんな食べ物に関してね、何々を取らない方がいいよっていうのも、取った方がいいよってことも大事ですけども、取らない方がいいという形の中で、今はもう本当に甘いものめちゃくちゃ取っているので、ぜひこの甘いものを少しずつね、減らしていってみてはどうですかっていう話をさせていただいています。そしてそれを聞く耳を持てるような、この手の執着を解いてあげる、そんな整体になってくると面白いと思っています。愛知県と東京でやっています。そして整体師養成塾もやっていますので、ぜひこの変わったというか、変わっているけど、これからの時代には本当に面白い生態、ワクワクする生態だと思っています。ぜひ学んでくださる方をたくさん募集していますので、よろしくお願いいたします。